と来てくれたのね。緊急事態だから早速本題に入らせて。アーランが失踪したの。そうよ、姿は見ないし、メッセージも返さない、通信にも応答しないの。彼を連れ帰ってきてから今までこんなことはなかったわ。もちろんよ。でもアーランの行き先は監視映像でもわからなかったわ。監視システムはレギオンが侵入した時に破壊されてしまって、まだ完全に復旧していないの。その盲点を突かれたのかもしれない。最後に連絡を取ってからもう13時間も経っているのよ。普段は13秒以内に返事をしてくれるのに。どうしても見つけることができなかったから、防衛課の個人業務計画の記録を調べたの。そしたらこれを見つけたのよ。ほら、最後の業務目標を見て。心にチェンズル、鏡と化す、我を変えるって、すごく変だと思わない？アーランにこんな文才はないわ。はあ、防衛課に聞いてみたんだけど、誰も緊急事態だとは思ってなかったの。それどころか、アーランの兄貴はもう大の男なんですから、個人的な予定があってもおかしくないでしょう。なんて言うのよ。彼らってば、話が通じないの。だからこのことはあなたに任せるしかないと思って。なんで防衛課の人と同じことを言うの。冗談はいいから手を貸して。それに私には秘密武器があるのよ。それはペペ。ええ、私の愛犬なんだけど、小さな頃からアーランが世話をしているから彼ととっても仲良しなのよ。ペペはアーランの匂いをよく知っているから、彼を探し出すことができるかもしれないわ。一匹だけで行かせてペペも失踪したらどうするのよ。でも私がペペと一緒にこんなにたくさんいるスタッフの前でアーランを探したらどうなると思う？絶対にダメよ。防衛課の責任者である彼が頼りなく思われちゃうじゃない。ペペを連れて出発しましょう。安心して、ペペは噛まないから。彼を囲んでるファンを見ても理解できない。あれこそが宇宙ステーションのこのスタッフはすごい大会優勝者の実力なの。私が直接行くのはちょっと。カポーティから事情を聞くのはあなたに任せたわ。実はあの時、私はとても恐ろしさを感じていました。しかし、この心の中に依然としてある一筋の光が私を導いてくれたのです。その光とは、皆さんの幸せそうな笑顔ですよ。ひゃー、カポ様が思ってくれてるなんて。おや、あなたは、お久しぶりです。最近あまりうまくいっていないのですか？複雑な表情のせいで眉間にシワができていますよ。ほら、皆さんと一緒に私の話を聞いてください。宇宙ステーション侵入事件の時の話を振り返れば、あなたの迷いは晴れるはずです。半物質レギオンとすれ違った時、心に浮かんだのは皆さんの顔でした。
正直に言いましょう。あなたたちがいなかったら今の私はいません。わー、一生ついていきます、カバ様。おお、あなたの心の迷いも晴れたようですね。その眉間からある言葉が読み取れます。視界が開けたとね。どうです、私の話を聞くとエネルギーに包まれたような感覚になるでしょう。アーランさん、もちろん存じていますよ。宇宙ステーションにいる全ての人の心を照らすのが私の責務ですから。しかし彼が今どこにいるかまではお答えできなくて本当に申し訳ない。芝居がかった間とか声を張るタイミングとかすごく計算されている気がする。皆さんもご存知の通り、私の人生の中で最も大事な言葉は理念です。理念がなければ人と機械に何の違いがあるのでしょうか。でもこの前は人生で最も大事な言葉は輝きだって。帰ってカボ様大百科を更新しろ。今回の人生で最も大事な言葉はバージョン 12.0 のものだ。うん、そのともかく私は嘘をついたりはしません。正直に言うと私は最近アーランさんに会っていますし、彼の居場所も知っています。しかしお許しください、私は自分に誓ったのです。このカポーティはアーランさんの秘密を誰にも漏らしたりはしないとね。どうやら私の人となりをしっかりと理解したようですね。以前アーランさんが私のところに頼み事をしに来た時、あなたと似た表情をしていました。彼はとても焦っていて私の答えを絶望していたのです。しかし答えは単純なものではありません。ましてや彼にとってあのような心に準ずる修行はもっと難しい。あの修行がどれほど困難か想像もつかないでしょう。彼に協力してあの喋り方をするだけで疲れますし、幸いなことに、あ、うん、何でもあります。カポーティのさっきの言葉、アーランの業務計画にも書いてあった。やっぱり何か知ってるみたい。ことは言ってませんよ。あなたの聞き間違いでは。さっき言ったのは確か人生は修行で心に従う必要があるという言葉だったはず。だからあなたが言ったようなアーランさんに関することは全く知りませんよ。あ、もうすぐ会議が始まるのでまた今度にしませんか。逃げられるわけにはいかない。どうしても話すつもりがないのなら。でたらめを言わないでください。昇格には厳格な審査制度があるんです。確かに品性も道徳も優秀なスタッフは宇宙ステーションから表彰されると聞いたことはありますが、根拠のない噂にすぎません。最も高齢な先輩ですら見たことがないそうです。カポ様を見くびらないで。彼はそんな人じゃない。カポ様は食器をくだらないものだと思っているんだ。カポ様大百科バージョン 4.0 にも書いてある。今カポ様を宇宙ステーションの代理所長に任命したとしても修行の秘密なんか言わないはず。その通りです。私はそんなもののために貴重な品格を失うつもりはありません。あなたはどうしてそのような邪悪でねじ曲がったことを思いつくのですか。
迷っているのではなく完全にレールを外れてしまったのですね。あなたにはしっかりとした教育を行う必要がありますね。この後ゆっくり話をしましょう。カポ様のお手を煩わせるわけにはいきません。こんな海は私たちが代わりに処理します。しっかりして、ここに来た目的を思い出して。私、たくさん説教をされたようですね。心の底から自制したはずです。今まであなたの言葉は聞かなかったことにしますから、よく反省してくださいね。もちろん十分に反省できていないと思うなら、私的に交流してあげてもいいですよ。とにかく私はもう会議に行きます。逃げられるわけにはいかない。どうしても話すつもりがないのなら。なんてことを言うのですか。私を解雇する権利があなたにあるかどうかは知りませんが、はっきりと言わせてもらいます。今日アスター所長、いやミスヘルタが直接私に命令を下したとしても屈しません。解雇されたとしても構いませんよ。たとえ私の命を脅かすような真似をされても、私は知らないと答えるでしょう。カポ様、あ、素敵すぎる。カポ様のファンでよかった。アーランさんと約束をした時、カポ様はさっきと全く同じ言葉を言っていたぞ。うん、特に命を脅かすような真似をされても、私は知らないと答えるでしょう。ブーブー、本当に泣ける。今日帰ったらあのテープ起こしを印刷してくれ。ファンミーティングで読んで暗記するぞ。テープ起こし？アーランがカポーティに依頼している場面が録音されていたの？重要な手がかりがこんな形で現れるなんて。さっきテープ起こしのことを言ってたのはこの人だったはず。ちょっと、あなたってば。さっきからずっとカポ様にあれこれ聞いてるけど、ファンクラブに入りたいの？その可能性はあるな。じゃないとアーランさんがカポ様の元を訪れたことを知るはずがない。あなた、カポ様大百科バージョン 12.0 の内部テスト版の内容まで知ってるなんて、並大抵のレベルじゃないね。どうやらこの人は本当に熱狂的な隠れファンのようだ。俺たちは勘違いしていたんだな。私たちと同じなら他人行儀でいる必要はないよね。ほらほら、これが最新版のカポ様ファンクラブ入会パックだよ。それからおまけにカポ様大百科の最新バージョンもプレゼントするね。今回更新された内容ではカポ様の珍しい一面を見ることができるんだぞ。何を思ってあの口がよく回るカポーティに修行を手伝ってほしいとお願いしたのかしら。この手がかりを参考にするしかないわね。この筆跡見覚えがあるわね。アーランに似てる。美しく繊細な花ですら苛烈な日差しには耐えられない。カポーティは永遠にあなたのそばで優しさと思いやりを与えよう。この少しねっとりとした感じ、確かにカポーティが書いたものに見えるわ。この写真どう見ても盗撮じゃない？
でもカポーティ公認なのね。だって彼のサインがあるもの。写真に人影が映り込んでいるような。これはアーラン？ということはアーランは確かにカポーティに会いに行ったみたいね。これは動かぬ証拠よ。宇宙ステーションのハンドブックだってこんな頻度で更新しないけど。これは録音を文字起こししたもの？心に準ずる修行って強気な上司とうまく付き合うためのものだったの？アーランは普段私をそんな風に思っていたのね。アーランとはしっかり話をしなきゃね。まずは彼を探しましょう。ペペ、出番よ。取り逃がした半物質レギオンがステーション内に潜んでいたのね。手助けをしに行きましょう。どけ、騒ぎを起こしたくはない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。即戦即決で行こう。くらえ！はっ！誰がちびっこだって？自分の意思で結末にたどり着いてみせる。どうしてここに来たんだ？それなら気をつけた方がいい。レギオンの残党が他にもいる。アーランは不在だ。宇宙ステーションのセキュリティに関しては特に気をつける必要がある。全員しっかり覚悟し集中しろ。はい、代理の兄貴。ああ、彼は美月のところにいる。だが彼の修行は個人的なものだ。邪魔はしない方がいい。兄貴の個人的な修行？さすが男の中の男だ。あのような高みに達していてもさらに上を目指すとは。修行、なんだかただ体を鍛えるよりもすごそうですね。兄貴は毎日肉体の限界に挑戦して一人で宇宙ステーション内を21358メートルも走ってるらしいですよ。マジでかっこいいですよね。高い目標に自身への厳しさ。知ってるぜ、絶対に心を磨くような修行だ。兄貴はきっと滝を見つけて美月さんに頼んで水の温度を限りなく冷たくしてもらってるんだと思う。デタラメを言わないでください。修行は滝行のように単純なものではありません。僕が思うに兄貴はもっといろんな戦闘技術を知ろうとして見聞の広い美月さんに教えを請うているんでしょう。当たらずといえども遠からずといったところだな。アーランは上司から与えられるストレスを解消する方法が知りたいと言い俺を訪ねてきたんだ。だから美月を探すように言った。美月に耐えることができたなら彼はもう怖いものなしになるだろう。こいつの例え方なんか変じゃないか。
兄貴は走ると早馬のようで、戦う時は大熊のようでもありますから、僕はぴったりだと思います。俺はアーランと任務を交換したんだ。彼は美月と一緒に宇宙ステーションに出現した結晶の調査をしに行った。そして俺は彼の代わりに巡回をしているというわけだ。宇宙ステーションを巡回しやすいように通行証を1枚渡してくれた。俺は壊された天井板を見つけたぜ。この戦闘の痕跡はきっと兄貴のものだ。ちょっと、それが手がかりになりますか？こっちの地面に残ってるものの方がよっぽどいいと思いますよ。この足跡を見てください。サイズも力の入り方も全部一致しています。これこそ兄貴が戦っていた証拠です。彼は宇宙ステーションで署名のない手書きのメモを見つけたらしい。そこには上司からのストレスを和らげる36の方法が書いてあったと言っていた。それから修行に関することも書いてあったそうだ。まず心に準ずるは、心の中に生まれたストレスを見つめることで自身と向き合えるようにする修行。次に鏡とカスは、鏡のように他者が職場で感じるストレスを体験することでそれを多元的に感じ取れるようにする修行。最後の我を変えるは、ストレスの中に自身を置くことで自分を変える修行。彼が俺を探しに来たのは鏡とカスの修行をこなしたかったからだろう。いや、知らない。彼は言わなかったし、俺も聞かなかった。自身を高めるのに理由が必要か。兄貴のことを全く理解してないんだな。兄貴は防衛家では強くて繊細だと知られています。彼の行動の目的を理解できないのなら、あなたはまだまだ物事を見る視点を養う必要があると言えます。兄貴は常に事態を未然に防ぐために行動している。さすが宇宙ステーションの冷酷な鷹、防衛家のリーダー。アーランを探したいのなら美月に連絡をするといいだろう。職場のストレス、いかに強気な上司と付き合うか。アーラン、ごめんなさい。あなたにそんなにストレスを与えていたなんて。そうね、私もアーランが感じていたストレスについて知りたいわ。あ、この通行証、ペペの写真が。彼はペペと家族のように仲がいいから遊んでやってと言ったんだけど、まさかそういう仕事の範囲外のお願いが彼のストレスになっていたの？見て！アーランってば、ペペの写真をプリントアウトして常に自分の気を引き締めているのよ。見て！この天井板めちゃくちゃになってる。アーランは心に鬱憤を溜め込んで発散する場所がなかったから、モンスターを攻撃するしかなかったのね。このサイズは確かにアーランのものね。足跡から察するに、私が彼に買ってあげた靴だわ。もしかしたらその靴も彼にとっては足かせでしかなくて苦痛だったのかしら。そうね、やっぱりアーランを早く見つけないと。直接彼に謝りたい。ペペ、行きましょう。写真を見せただけなのに、ペペにはナノの居場所がわかるの？本当に匂いだけを頼りにしているのかな？
ね。さっきまで一緒だったけど、もう別れたよ。アーランがどうしても一人で調査に行きたいって言うから、無理についていくのも良くないでしょ。そうだね、確か道中ずっと炭鉱尊敬できる男だってブツブツ言ってたよ。あと美月と一緒に任務をこなせば最終の修行を成し遂げられるはずとも言ってた。アーランにいろんなことを教えられるうちってすごくない？一緒に不審な結晶の調査をしてたんだ。でもアーランは自分を変えることができなければ意味がないとか言ってて、なんかすごくストレスを感じていたみたいだからアドバイスをしてあげたんだよ。そんなに自分を証明したいのなら口で言うだけじゃなくて行動しないとって。それらしいことは言ったけど、彼がどんな修行をしていたかは知らないんだよね。でもうちの話を聞いてアーランは炭鉱の言う通りだって言ってたよ。それから一人でどっかに行っちゃった。その時後ろからアーランの姿を一枚撮ったんだよ。見てかっこよくない？アーランを探しに行くんならうちも一緒に行くよ。アーランを一人にするのは心配だし。下手に動くな。私を頼れば心配ない。ドスクロノフック様のご登場だ。どけどけ。バーン。下手に動くな。ルールは破るためにある。一撃で沈める。うちに出くわすなんてついてないね。生死虚実、一年のマナリ、同点銀儀、超無意義格。この機会を逃さないで。くらえ。ルールは破るためにある。前に文献で性格内部の波動によって劣化が出現するって読んだことがあるわ。アーラン、え、大丈夫だよ。うちはいっぱい見てきたから一つや二つあっても問題ないよ。アーランの方も無事だといいけど。お嬢様、貴様たちどうしてみんなで来たんだ。こいつは初めて見る。見た限り侵食を受けて変異した新たな個体だろう。下手に動くな。動かないでね。今祝福してあげるから。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。生死虚実、一年のマナ、同点元気、超無意義格。
く。はっ。うちがいるんだから負けないよ。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。お嬢様、大丈夫ですか。アーラン、私。お嬢様、どうして泣いているのですか。怪我をされたのですか。ごめんなさい。は？全部私が悪いの。私が普段からストレスを与えてあなたを苦しめてしまっていた。しかもそのストレスを和らげるために専門的な文献まで調べていたなんて、本当に想像もしてなかったの。あなたにそれだけの負担を強いていたなんて、ごめんなさい。お嬢様、俺はお嬢様に対してストレスを感じたことはありません。アーラン、もうごまかさないで。あなたの今回の修行について彼女と徹底的に調べたのよ。もしそれでも私の謝罪を受け入れる気がないのなら、一つ一つのことに関して深く反省して私の決意を示すしかないわ。しかしお嬢様、まずあなたの心に準ずる修行、上司の心理を深く理解するために会話のシミュレーションに付き合ってもらうようカポーティにお願いしたのよね。証拠は。まずあなたの心に準ずる修行、上司の心理を深く理解するために会話のシミュレーションに付き合ってもらうようカポーティにお願いしたのよね。証拠は。この限定写真が証拠よ。この写真はカポーティのファンクラブのメンバーが撮った写真で、撮影から24時間も経ってないわ。つまりあなたが今日カポーティに接触したことになる。そしてそれはあなたと連絡が取れなかった時間と一致する。俺は、それはただ慌てて言い訳をする必要はないわ。真実が露呈するのはこれからよ。この証拠は少し回りくどいわ。もっと分かりやすいものはない？このファンへの手書きお返事カードよ。これはあなたの筆跡よね、アーラン。俺は。言い訳をする必要はないわ。確かにカポーティのサインがあるけど、筆跡は簡単には変えられない。特にこの羽、あなたが小さい頃に書いていた日記と全く同じよね。それは確かにカポーティの代わりに書いたものです。あなたは防衛課の責任者だから、カポーティの業務分野とはほとんど関わりがないはず。なのにどうして急にカポーティの代わりにファンへのお返事カードを書くことになったの？まだまだあるわよ。この証拠は少し回りくどいわ。もっと分かりやすいものはない？これが最も重要な証拠。このテープ起こしにはあなたがカポーティに助けを求めた内容がはっきりと書かれているわ。強気な上司、職務の範囲を超えた仕事って。カポーティは私の言葉遣いを知らないからモノマネは微妙に似てなかったけど、この具体的な内容は明らかな証拠でしょ。やっぱり私こそがあなたのストレスの源なのよ。お嬢様、確かに俺はカポーティを探しに行き、彼にアドバイスを求めました。しかしお嬢様は関係ありません。お嬢様と一緒にいてストレスを感じたことなんて
一度もありませんから。はあ、アーラン、まだ私の謝罪を受け入れてくれないの？その考えを打ち砕くためにはもう一つの重要な証拠を提示する必要があるようね。私は心に準ずる修行以外の話も知っているの。あなたが炭鉱さんに依頼して鏡と化す修行をこなそうとしたことも分かっているのよ。アーラン、私は本当に申し訳なく思っているの。炭鉱さんと話すまであなたが大きなストレスを一人で抱えているとは知らなかった。お嬢様、俺は本当に。もういいから、証拠があるのよ。重要な証拠はこれよ。これは普通の宇宙ステーションの通行証じゃないわ。これには非常に重要な写真が貼られている。それはペペの写真よ。お嬢様、俺はペペが好きなので。いいえアーラン、嘘をつく必要はないわ。もちろんあなたが自分に徹底的に言い聞かせて自身を完全に騙せているっていう可能性も排除しない。あなたとカポーティのシミュレーションの内容、それから業務計画の記録に書いてあるペペと一緒に電子投影フリスビーで遊ぶという話、全ての証拠が表しているわ。ペペと遊ぶようにお願いしたことがあなたの一番のストレスになってるってね。あなたはペペの写真をプリントアウトして常に気を抜かないようにしている。この通行証を見るたびにあなたは自分に言い聞かせていたんでしょ。アーラン、貴様は気合を入れてペペと遊ばないといけない。これはアスター所長からの依頼だから。もし彼女の前で間違いを犯したらきっと罰せられて苦しめられる。俺はそんなこと考えたこともありません。お嬢様、お嬢様、俺の数々の修行はあなたとは無関係です。お嬢様からの任務は業務の範囲外であってもこなしてみせます。特にペペと一緒に遊ぶのはとても楽しいですし。うちもアーランは別にアスター所長に対して何の不満も抱いてないと思うよ。でもアーランの直属の上司は私だけ。私以外に誰がいるの？ストレスを解消する方法を学ぶためにミツキちゃんにまでアドバイスを求めたのよ。え？嘘！アーランがうちと一緒に任務に出かけたのってストレスを感じるためだったの？ふぅ、でもラッキーだったね。アーランと一緒に任務を最後までこなしてたらそれほどストレスはなかったかもだし。偶然正しい判断をしたみたいだね。炭鉱ってばなんて言ってたの？美月は他人の悩みを解決するのがうまいみたいなこと？いずれにせよ今日は絶対に私が反省していることをアーランに知ってもらって謝罪を受け入れてもらう必要があるの。しかしお嬢様。もういい。アーラン、あなたのストレスは私にもわかる。特にこの写真を見た時とても悲しかったの。それってうちが撮った写真じゃん。私はいつも任務や依頼をお願いしているのに戦場に向かうあなたを見届けたことはあまりにも少ない。この写真、そしてさっき一人で戦っていたこと、あなたに大きなストレスを与えていて本当に申し訳なく思ってる。ただでさえ業務で忙しいあなたを私的な用事でさらに忙しくさせていたなんて。アーラン、本当にごめんなさい。お嬢様、なんだかすごく感動しました。しかし俺が修行を始めた理由は
実はミスヘルタにあるんです。え？ミスヘルタは宇宙ステーションに来るたびに俺に様々な防衛課の業務班以外の仕事を依頼してくるんです。俺は拒否する勇気もなくて、ミスヘルタは上司としてはあまりにも圧が強いですから、彼女が持ってきた新しいサンプルの実験体になれとか、聞いたこともないような古い書籍を探せとか。以前ならそれらの依頼も特に問題はなかったのですが、今は反物質レギオンの侵入騒ぎが少し落ち着いたばかりで、まだ多くの残党がいます。俺はそいつらを排除することにもっと時間を割きたいのですが。ああ、つまり前もって練習をすることでヘルタの依頼を断れるようになりたいって思ったんだね。ああ、残党を排除するときに名前が書かれていない手記を見つけたんだ。そこには上司からのストレスを和らげる36の方法と修行に関する内容が書かれていた。ああ、手記には修行に関する注釈も書いてあったから、俺も試してみようと思ったんだ。申し訳ありません、お嬢様。つまり私はあなたにストレスを与えてはいなかったってこと？お嬢様に対してストレスを感じたことはありません。誤解が解けてよかったね。二人ともよく反省するんだよ。あんたもそう思うでしょ？そうそう、うちらの間では今回みたいな誤解は起きないもん。さっきから繰り返してるけど、炭鉱はなんて言ってたの？とにかくお嬢様と一緒に俺を探しに来てくれて感謝する。本当に感謝してるなら後でペペと一緒に電子投影フリスビーで遊ばせてよね。はい、チーズ。